我がチームにとっては素晴らしいオープニングウィークエンドとなりました。役員会やスポンサーも喜んでおり、私たちのパフォーマンスで追加の報酬を獲得することもできました。役員会メニューから役員会の反応を詳しく確認することができます。ここでは次のレースウィークエンドが始まるまでにできることについて見ていきましょう。時間は貴重であるため、レースとレースの間のこういった時間はチームをさらに成長させるための重要なポイントとなります。倉庫のエンジニアリングチームからメールが届いているはずです。読んでみましょう。何か興味深い内容かもしれません。おや、どうやらエンジニアリングチームがマシンパーツの製造を終えたようですね。これはサスペンションです。チームが以前設計したものです。マシンの改良は絶え間ないプロセスの積み重ねです。他のチームが手加減してくれることはありません。ライバルたちに対して競争力を維持するためには最先端のマシンの準備が不可欠です。新しいマシンパーツはまずはじめにチームで設計します。その後製造を行い、完成すればどちらのマシンにも装備することができます。このサスペンションはすでに製造が完了しているため、あとは装備するだけです。マシン倉庫へ移動し実際に行ってみましょう。このマシンのセクションでは、マシンの分析からマシンパーツ、新規開発プロジェクトまで、マシンとマシンの製造に関わるすべてを管理することができます。新しく製造されたサスペンションも含めて、未使用のマシンパーツは倉庫に保管されます。現在のマシンのセットアップを改善するために使用できるかもしれません。この倉庫には F1 マシンを構成するすべてのマシンパーツが揃っています。シーズン中、エアロダイナミクスマシンパーツをチーム内で開発することもできます。今必要なのは新しいサスペンションですね。利用可能なサスペンションの設計は全てここから確認することができます。現在両方のマシンに同じ設計のサスペンションが装備されていることにご注目ください。リストの一番上にある新しいデザインを見てみましょう。それぞれのマシンにサスペンションは一つしか装着できないため、新しい設計のサスペンションに交換する意味があるかどうか、そのステータスを確認することが大切です。
ここで2つの設計をじっくりと比較してみてください。また次のレースで重要となるステータスに注目し、どのサスペンションがそのサーキットにより適しているかを確認してみるといいかもしれません。この新しい設計はマシンにプラスの影響のみを与えてくれるようです。これは良かったですね。しかしながら現時点でこのサスペンションの複製は一つしかないようです。どちらのマシンに装着するかを決めなければなりません。新しい設計のサスペンションを選択し装備しましょう。レースウィークエンドでこのパーツが活躍する姿を見るのが楽しみです。OK です。新しいサスペンションが装着されました。この設計の複製をもっと製造したい場合は、ここから行うことができます。F1 が義務付けているコストキャップについて覚えておきましょう。これはシーズンごとにマシンの開発や改良に費やすことができる金額の上限を定めたものです。今はチームに何も製造させる必要がないのであれば、ここから戻りましょう。これでもう自分の手で十分に管理を行えるようになったはずです。スタッフや施設はチームのパフォーマンスに大きな影響を与えます。時間があればそれらの内容についても確認してみてください。さらに詳しい情報が必要な場合はヘルプ機能を使用してガイダンスを確認することができます。では私はエアロダイナミクスの方に戻らなければなりません。また時々連絡します。そしてあなたの指揮のもとにチームが成長していくのを楽しみにしています。
全てのチームがシーズンを通して継続的にマシンを開発していくので、その動向を注視することが重要となります。ここでは自分たちのマシンを他のチームのマシンと比較したり、全てのチームの平均値と比較したりすることができます。さらに掘り下げたい場合は、特定のマシンパーツごとにパフォーマンスの比較を行うことも可能です。
F1 が帰ってきた。開催カレンダーの中でジェッダは最速のサーキットの一つです。サウジアラビアグランプリは開幕目前、興奮は最高潮です。ジェッダ市街地コースは開催予定のコースの中で最も平均速度が高く、コーナーの数も多いサーキットです。この週末は高速域での優れたダウンフォースがドライバーの助けとなるでしょう。まだシーズン序盤ですが安心はできません。全てが手探りであり、現段階では何も確約されていないのです。早速スタートしましょう。F1 レースウィークエンドの模様をお届けします。さあ、フリー走行も終了し、まもなく公式予選が始まろうとしています。練習は終わり、緊張感が高まります。明日のレースに向けて、いよいよ各チームがベストラップタイムを競い合います。いいラップタイムを1回出しただけでは最良のポジションは確保できません。成功を収めるには最高のラップタイムをコンスタントに叩き出す必要があります。さあ、いよいよです。F1 が始まります。Green light. Thank you.
radio check. I think it's okay. Green light.
How's the radio on track? Loud and clear. And green light. Understood. Pit limiter on. Thank you.